7月31日に大阪梅田にオープンした県のアンテナショップスーパーローカルショップとさとさ。運営する県地産外商公社によりますと、今年度は33万人の来店者数を目指していましたが、昨日までの1ヶ月余りで32万8千人が来店しました。売上高は今年度1億2000万円を目標としていましたが、昨日までに3457万円となりました。公社の奥田大志関西事業本部長は、順調な滑り出し、ただオープン特需みたいなところもあるので、今後もイベントなどを開催してこの勢いを継続していきたいとしています。とさとさでは今度の土日に1ヶ月記念イベントを開催。よさこい鳴子踊りが披露されるほか、県出身の声優島本澄さんと俳優中村里穂さんによるトークショーなどが行われます。